皆さんこんばんは、アイケイスケです。本日2024年、11月の4日17時53分、大谷翔平選手や、山本由伸投手や、ドジャースの、皆さん、ワールドシリーズ優勝おめでとうございます。あとは、ヤンキースの皆さんも、ワールドシリーズという一戦を終えて、お疲れ様でしたと。試合の内容ですけども、松井秀喜さんがヤンキース側で始球式をしたじゃないですか。最初、ヤンキースさんの方が天の神様へのお祈りの、その3点取ってたんですよ。でもそれ見た瞬間、あ、これ、このまま頭の中の供給をしていても、ヤンキースの人たちに行ってしまう可能性が高いということで、すぐにやめたんです。テレビを見ながら取り組むの。で、筋トレのセット回数の話覚えてますか？腹筋を立てて背筋15回ずつで1セットっていう話を。で、その、6セット分の得点はドジャースの方に心の声で振り分けてたんですよ。一応現地のドジャースの人たちに向かって、それは伝えてたんで。で、本当のところ天の神様の安全のお祈りをしていたのは私であって、で、勝てなきゃならないなんですよね。だから勝つべき、ドジャースが勝つべきであるっていう形になるんですけども。で、何をしてたかって言ったら、テレビの電源オフにして、部屋の中で、寝転がってじっとしてました。で、それは、ヤンキース側に青いケースがいる可能性が高かったので、もう寝転がって動かないっていう状態。去年の、レンジャーズさんの時と同じですね。体の方に、寝転がってる時に呪いとか来てるんですけども、呪いっていう表現してますけども、体の中に入り込んでるのか何なのか。そういうふうな、対処の仕方で、で、あとは、その、得点が7対6で1点差で勝ってる部分のところで、その僕の読みが効いたのか、淡井圭介の1点が効いたのか、それか、大谷翔平選手のああいう風な、左肩を痛めたっていう件なのか、多分このどれかの1点だと思います。で、非常に、ドジャースさんの試合と、日本シリーズの横浜 DeNA さんとソフトバンクさんの試合でも同じようにすごく関わってる部分があると。そういえば以前使ってたのがドジャースの試合の流れだとか、そういったものを、去年とか前の年とかでしたらそのエンゼルスだったわけじゃないですか。で、そういうふうな内容とかも込みで、もう相手の方にソフトバンクさんの方に3点取られる可能性がありましたから、最初からその3点、取られないように、見破って封じ込めて、そういうふうな形で、7対0で、3戦目ですかね、勝ってます。そういうふうな形で最終戦のところは、横浜 DeNA さんやソフトバンクさんへの、日本のプロ野球界というか、世界のプロ野球界の方たちへのメッセージというような形で、日本語のわかる方しか、閲覧できないと思いますけども、そういうふうな、内容のものの方で、ご説明したいなと思います。日本シリーズの結果等に関してはです。で、大谷翔平選手の方が、その、大怪我っていうわけではなかったので、良かったなと思います。で、どうなんですかね、セカンドにスライディングするときって、ああいうふうな、肩の痛め方って、まずなかなかないと思うんですよ。腕を痛めるっていうケースが。ちょっとその辺のところで、もし天の神様への安全のお祈りを怠っていたらどうなってたんだろうなっていうところがありますね。もう本当に今までものすごい数のスポーツの勝ち負け、取り組んできて、オリンピックに関しても海外の人たちの部分の安全も、
担当してましたから、まあ、お祈りしなかった日に、まあ、東京オリンピックではっていうような話を以前したと思いますけども、スノーボードの海外の方が着地に失敗して後頭部から、すごい勢いで倒れたと。もうすぐに周りから人が駆け寄ってくるっていう状況ですね。一日だけあったんですよ、天の神様へのお祈りができなかった時が。で、まあもちろんその東京オリンピック、その時は起こってる日は一日もなかったんですよ。だからまあしっかりと、安全が効いてる状態だったんですけども、あとはまあ山本由伸投手ですね、頭の中が あの状態で、まあ、渡しやすいのは渡しやすかったと。僕は髪の毛を染めてませんの方法で、頭の中を供給すると。まあ、そういうふうな、形もありますし、あとは、まあ、横浜 DeNA さんと、ソフトバンクさんの試合でも、その神がかり的な力の部分でもう僕はもう機能を記載した内容で、もうスポーツの勝ち負け、もう関わらせないでくださいと。まあ、ボクシングもどちらかというとオリンピックの競技でありますから、まあ、スポーツっていうカテゴリーにしてるんですけども、まあ、ライジンとか K1 とかに関してはもうおりますっていうような形を言っています。試合数が多すぎる云々とかもありましたし、で、まあ、横浜 DeNA さんとソフトバンクさんの試合で、ソフトバンクの投手の人がね、ついついオースティン選手が打った時に、もうこう狙っていったらいい場面で、もうこれはっきりとホームランってこう伝えようとした時に、ソフトバンクの投手に画面が急に切り替わって、ホームランって伝わっていて、で、ソフトバンクの投手がホームランって言ってるんですよね。で、投げ込んだのが、多分オースティン選手にもそのホームランの話聞こえてると思うんですよ。ど真ん中へのカーブ。本当にあのボールは、もうみんなわかるじゃないですか。球速がすごく遅くてど真ん中へ入ってくるカーブって、もう死んで捉えたらもうめちゃくちゃ飛んでいくじゃないですか。それ投げ込んできたんですよ。もう、よし来たっていうような感覚だったんですけども、いや、正直、あれ投げてくれたんかなみたいな部分もあったんですけども。そこ、オースティン選手も分かっていて振りに行ったような感じの振り方だったんですけども、思いっきり空振りして、ってなって、本当に。もうクイズ要素なのか何なのかもう僕も全然分からなくなって、その、ホームランってこうソフトバンクの投手が言ったから、正解を言ってるから、だから打たれなかったのか何なのか、もう僕ももうもちろんそこで笑わずに、どちらかというと、ちょっともう血の気が引くというか、このコンピューターで管理されてるこの世の中どうなんだろうっていう、そういうちょっとこう自分がこう一旦こうシーンとなるような、まあそういうふうな状況なんですけども、まあ後からはまあ笑い話になるみたいな形で、まあそういうふうなこともいろいろあって、まあそれはそれで、横浜 DeNA さんや、まあ、ソフトバンクさんのその日本シリーズのところで、お話ししたいなと、思います。以上です。皆さん、今シーズンお疲れ様でした。まあ、大谷翔平選手があわあわって言ってくれてましたけど、これもうどうなんですかね、本当に、その、ね、もう今までの、まあ、遊んでるといえば遊んでるパターンでも、一応、横すれ違うぐらいだったら、昨日、東京行って戻ってきたときに、また会津じまいっていう形の、谷上駅を降りた、神戸電鉄から、多分、ラルコアンシエルのハイドソンが降りてきて横を通り過ぎるっていう。いや、あ、ハイドソンやんってこう気づくも気づくんですよ。それ、前も気づいたんですけど、今日もう夜遅いですし、こう、日帰りで帰ってきた状態で、もうその辺早く晩ご飯買いに行かなきゃとか、もうそういうふうな状態でしたから、もうそこ、地下鉄、に戻って追いかけていって声かけようとか、もうそういうガッツなくなってるんですよ。もう根本的にもうメンタルもうめちゃくちゃなってガタガタなって帰ってきてますから、だからもうこれもうこの東京のこの大きなビルの群れ、これはもう無理やわと。
エネルギーの残存のものはこれ無理やわと、もうずっと何も解決せえへんわというようなことで、今見えて帰ってきてますんで、その会うことに関してもできれば来るんならここに行ってほしいっていうこともなんかまあ一時流行ったでしょ。だからもうなんか T みたいな形ちゅう。ここ一軒家なんか僕持ってない、はあ、ということで、まあ、最後大きなため息で終わりましたけども、まあ、これスポーツの勝ち負けからやっと解放してもらえるんじゃないかという期待を抱きつつ、まあ今回のワールドシリーズ、皆さんお疲れ様でしたということで締めくぐらせていただきたいなと思います。今後私を試合に関わらせないように、ご配慮していただけたらなと思います。以上です。また何かあったら言いますので、多分もうそれ助けてぐらいだと思います。その時は、以上です。お疲れ様でした。